公明党の川野義ですただいま議題となりました、食料、農業、農村基本法の一部を改正する法律案につきまして、会派を代表して質問いたします。現行法の制定以降、貿易、投資の自由化を通じて、世界の一体化が進む一方、かつて第三世界と呼ばれていた国々がグローバルサウスとなり、多極化、流動化も同時に進行しています。食料の安定供給を脅かす紛争リスク、 気候変動リスクが増し、農業に対しては環境負荷への対応も求められています。そうした中、このタイミングで基本法を見直すことは、時期にかなったものであり、早期成立が期待されます。改正案は、こうした情勢変化を背景に、国内の農業生産と合わせて、安定的な輸入と備蓄の確保を図ることを改正事項としています。その点 農業生産に輸入と備蓄を組み合わせるという今の考え方から一歩踏み込んだ印象を受けますが、国民に対する食料の安定的な確保は、あくまで安心・安全な国内の農業生産の増大を基本にすべきです。そこで、食料の安定供給は従来方針のとおり、国内の農業生産の増大を第一とするということを、岸田総理に確認させていただきます。次に 輸出との関係についいて伺います国内需要の減少に生産を合わせていては、農地などの生産基盤の縮小が避けられず、輸出を通じた食料供給力の維持が必要です。同時に農業者の収益性を確保する視点も必要であり、公明党は一昨年、農林水産物等の輸出促進に関するプロジェクトチームを設置。農林水産物 食品の輸出額は着実に増加をし2030年の輸出額目標5兆円の達成に向けて政府の取り組みを後押ししています改正案では農産物の輸出の促進に関して規定していますが農業者の収益性の向上に資するための具体的な施策を総理に伺います改正案では食料安全保障を良質な食料が合理的な価格で 安定的に供給されかつ国民一人一人がこれを入手できる状態と定義しています。この一人一人にという点を踏まえれば、今後、食品アクセスに関する施策を講じていく必要があります。公明党は2015年、食品ロス削減推進プロジェクトチームを設置、竹谷敏子社長を通信に、食品ロス削減推進法案を取りまとめ、その後、 全一致での進歩成立を力強くリードしましまた改正案成立の暁には、フードバンクや子ども食堂等の活動に対し、従来の食育や食品ロス対策以上の支援が期待されているところですが、具体的な施策を坂本大臣に伺います。改正案では、生産から消費に至る各段階の総体を食料システムと定め、関係者により、 食料の持続的的なな供給に要すすするる合理的な費用を考慮することとしております農業者が誇りと夢を持って生産活動を継続するには、こだわりや品質の高さが価格に反映され、消費され、消費者も満足を得るという好循環が必要です。政府は生産コストを考慮した価格形成の法制化も視野に入れて、 農業者の所得向上を支援する意向を示していますが合理的な価格形成に向けた取り組み状況について大臣に伺います昨今農村の総合的な振興が不可欠と認識される中改正案では農副連携が規定されています農副連携は農村と関わるものを広げるという意義があるとともに障害者の方々が収納を通じて地震や 生生きがいいいををもってて社会参画を実現すするという成果ままれています新設された第46条に基づき、さらに農福連携の動きを進めていくための施策を大臣に伺います。かつて食世界の食料事情は、世界人口の増加に穀物生産の増加が追いついていることが重要でした。しかし、所得の増加による生活水準の向上は、穀物中心から、 畜産物を取る食生活へと変化をもたらします。時代の潮流を見極め、食料をめぐる環境を正しく認識し、リスクにも適切に対処していく必要があります。改正案の成立により、食料の安定供給が万全となるよう期待し、質問を終わります川、えー、野義弘議員のご質問にお答えいたします。 国内の農業生産の増大についてお尋ねがありました。現行の食料農業農村基本法において、国内の農業生産の増大を図ることを基本とする方針を明示しているところ、今回の改正にあたっても、その方針に変わりはありません。その上で、食料安全保障をめぐっては、 輸入リスクが増大していることも課題となる中、輸入相手国の多様化等による安定的な輸入と備蓄の確保を適切に行うことが重要であり、改正案にこの点を盛り込んだところです。今後、こうした規定に基づき、国内の農業生産の増大を後押ししつつ、輸入と備蓄を適切に組み合わせながら、 食料安全保障の確保を図ってまいります農産物の輸入促進策についてお尋ねがありました国内市場の縮小が見込まれる中農産物輸出の取り組みは食料安全保障を確保し農業の持続的発展を図る上で不可欠ですこうした考えの下基本法改正案では 農産物の輸出の促進に関する規定を設けたところであり、これに基づき、輸出先の具体的なニーズや規制に対応した輸出産地の育成、品目別輸出促進団体によるオールジャパンでのプロモーション体制の強化、輸出先の多様化に向けた情報発信の強化、 こうした取り組みを進めてまいります残余の質問については関係大臣から答弁をさせます川野義弘議員のご質問にお答えいたします食品アクセスに関する施策についてお尋ねがありました経済的理由により十分な食料を入手できない方が増加しているなど食品アクセスの問題が顕在化している中平時から国民一人一人が食料にアクセスでき 健康な食生活を享受できるようにすることが重要ですこの課題に対応するため改正案では食料の円滑な入手に必要な施策を講ずる旨を位置づけているところです具体的には農林水産省ではフードバンクの活動を支援するとともにフードバンクや子ども食堂等への多様な食料の供給に向け自治体を中心とした 地域のの関係者が連携する体制づくり等の支援を進めていますまた、食品アクセスの取り組みにあたっては、さまざまな省庁が関連予算を措置しているところであり、これらの施策が各地で活用されるよう、子ども家庭庁や厚生労働省等の関係省庁と連携しながら取り組んでまいります。次に合理的な価格形成についてのお尋ねがありました。 農産物や食品の価格は、需給事情や品質評価を反映することが基本であり、農産物の品質やこだわりが消費者に評価され、農業を夢と,夢と誇りの持てる産業としていくことが何よりも重要であると考えています。他方、近年の資材価格等の高騰は、 生産から消費に至る各段階に幅広く影響が及んでおり、食料の持続的な供給を行っていくためには、食料システムの各段階で合理的な費用が考慮されるようにしなければならないと考えています。このため、農林水産省では、令和5年8月から、食料システムの関係者が一堂に集まる 協協議議会をを開催し合理的な費用のの考慮が行われるる仕組みの構築に向けてて進めているところです今月5日に開催された協議会においては、仕組みを設ける必要性や、法制化も視野に検討することについて、共通の認識が得られたところであり、引き続き関係者間での議論を重ね、丁寧に合意形成を図ってまいります。 次に、新基本法に基づく農福連携の今後の施策についてのお尋ねがありました。今後、農村地域では人口減少、高齢化が急激に進行することが見込まれる中、障害者をはじめとする多様な人々の社会参画と同時に、これを通じた地域農業の振興が期待されます。このため、新たな基本法で農福連携の推進を位置づけ、障害者等が 農業活動を行うための環境,整備環境整備を進め、地域農業の振興を図る旨を規定しております。今後、この新たな基本法の趣旨を踏まえ、農福連携の実践証を現場でアドバイスする専門人材の育成や、障害者が現場で働きやすい環境の整備等の従来の取り組みに加えて、 地域ぐるみの取り組みに向けた地域協議会の取り組みの拡大の後押しや、障害者だけでなく、社会的に支援が必要なものの社会参画の促進等により、関係省庁一体となって、農福連携の取り組みをしっかり推進してまいります。